い、どうも。うちのね、真向かいにおるお袋方の方のばあさん、このばあちゃんがね、昨日の12月7日でなんと101歳を迎えまして、そのばあちゃんにね、お祝いでこれ、ばあちゃんね、真っ赤なシクラメンが大好きなんよ。バラとかなんとかじゃないよ、このシクラメンが大好きなんで、これをちょっと届けに行こうと思います。ばあさんね、耳が一つも聞こえんけやね、わしのメッセージが届くかどうかわからんけど。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear person. Hi. Happy birthday to you. なーちゃん、おめでとう。おめでとう。聞こえん？おめでとう。あんた誰か？わしだ。陽一。はあ、陽一。昨日ありがとう。美味しかった。ああ、いいえ、いいえ。増本君に会うたよ。よかった、よかった。おめでとう。なんか弾いてみて。あ、なんか弾いてみてよ、ばあさん。あと、待ってやろう。すごい。音を入れる。弾いてよ。はいはい。はい。暗い。何やったかいな、これ。工場の月で、工場の月、滝レンコン。滝レンコン。すごい、ばあちゃん。はーい。パチ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 。はい。何言ってるやん。ばあさん、おめでとう。これからも元気でね。まあ、ありがとう。うん。今日から。102歳。102回の、うん、102回の今から頑張る。あ、万ね、うん、今一冊すんだから。 ありがとう、ね、あんたらのお世話になるけどね、頼むよ。はい、はい、うん、頑張ってね、元気でね。で、姉に言うちゃった、増本さん、陽一君が芸をしてくれるんよって言ってよかった、よかった。あそこのおばあちゃんは103歳。長い。何今どうも増田のって言われましょう。増本さん、ええ男になったの。お前のええ男だけど。長い。おいしかった。おめでとう。だね。こいじゃ。YouTube。はい、ということで、今回はうちのばあさんの誕生日を祝うという回をお届けしたんですが、ちょうど同じこの場所でね、過去にわしが今まで挙げてきた重大発表シリーズ、なんか喋れたら勝手に後ろに電車やら今日星寄る人やら SL が通ったりする新幹線か通ったりして言葉が聞こえんっていうね、あのクソつまらんあの企画、まあご覧いただいた皆様ありがとうございます。あれだね、実は5発目っていうのがあって出そうとしたんだけど、うちのかみさんにね、もうやめちょけと、くどい、面白くないって言われてお蔵入りになっちゃったやつがあるんよ。っていうのがね、その5回目のやつはね、この101歳のばあちゃん、去年のちょっと前に撮ったんで99歳の時にばあちゃんにね、協力してもらって撮ってもらった動画があるんだけど、それをもうこの際お蔵入りにしよったけど、せっかくじゃけね、もう101歳の誕生日を記念してもう出そうと思う。もう全然つまらんけど、まあ見てやってください。 YouTube。はい、じゃあもう5回目の発表します。なんであれかぶるの。ばあちゃんが止まった。